皆さんこんにちは、パズル王です。今回もご覧いただきありがとうございます。今回はこれですね、ドイツのパズルメーカーエスケープベルトさんの、まあ、新作のパズル、クエストタワーね。これ僕の動画で以前、まあ、海外のクラファンやってたっていう紹介して、まあその海外クラファン自体は終わってるんですけど、今回日本でクラウドファンディングが開始されたので、そのお知らせです。なので海外クラファンね、逃がした方とか、まあちょっとやっぱ海外からのクラファンなのでやりづらいって方は、ぜひ日本のクラウドファンディング開始されたので、それをね応援してみてくださいというお知らせです。なので早速今回ね、このクエストタワーのクラウドファンディングのページ見ていきたいと思います。ということで、こちらが日本版のクエストタワーのクラウドファンディングのページですね。幕開けさんというところで開始されています、すでに。で、残り24日で金額自体は達成されているので、今からこれ応援する方は、まあ、必ず手に入ると思います。いやー、それにしても日本版はやっぱり日本語で書いてあるので、わかりやすい。で、クエストタワーと今回は同じエスケープベルトさんのクリプテックスっていう、これはパスワード自分で設定できるパズルですね。それが両方ね、クラウドファンディングされています。まあ、で、基本的には以前紹介したエスケープベルトさんの海外クラファンと同じですけど、やっぱり日本語で全部説明がしてあるので、非常に読みやすい。当たり前ですが。で、ドイツの謎解き脱出メーカーから木製 3D クイズボックスが日本上陸とありますね。まあ、本当にね、日本で要は買えますので、まあ、海外のクラファン逃した方とか、まあ、英語でね、やっぱり海外からの発想で不安だって方はぜひこれ応援してもらえばと思います。で、クエストタワーはまあ以前紹介したので、まあいいとして、まあバビロンの謎を解いてボックスを開けてみろという感じですね。結構難しいです。こういろいろね、動くところがあってパズルとして遊べると。で、6項目の謎解きボックスになってます。で、プレゼントボックス、まあ中に空間があるので、そこにプレゼントを入れて、まあやってもらうっていうのも面白いかなと。利用方法も書いてありますね。大きさ 5.5×約6センチ。結構大きい。で、まあインテリアとしても遊べると。バビロンの塔の謎とかも書いてあって、で、あとクリプテックス、今回ね。これはパズルというよりは、ダヴィンチコードに出てきたやつですね。ここに全部アルファベットが書いてあるので、このアルファベットを好きなパスワードに設定できます。なので、まあその設定したものを、例えばどこかに書いてあるかな。それを中にプレゼントを入れて相手に解いてもらうとか、そういうことができる、まあ金庫みたいなもんですね。まあ結構大きいです。これも 3.1、3.1、8.5 センチ。で、まあ、すごいかっこいい。何はともあれ。このアルファベット6文字を任意のやつに設定できるわけですよ。で、中に空間があるので、ちょっとしたプレゼントとかも入れられるという木製のパズルですね。こういう感じ。使用シーンとかも書いてありますね。すごいわ。簡単に解けません。でもヒントはありますと。そう、ヒントページもあるので、まあ、もうどうしても解けない方はそこから参考にしてもらえばっていう感じの説明があって、木製模型と書いてありますね。という感じ。まあ、サイズも書いてありますね。こう。で、スケジュール。今回、これを応援すると、発送は12月。2023年12月なので、まあ、でも1ヶ月後ぐらいには届くのか。すごいな。結構早いですね。で、こういう感じ。ね。どの辺が、ここ応援購入を押すと、あ、ここに横にあるのか。超々早割っていうクリプテックスとかありますね。あとはクエストタワー、これか。これが今のとこクエストタワー単品で一番割安の超々早割っていうのですね。とか、結構あります。あ、2個セットのとかね。もあるし、まあ、この辺をお好きなものを応援していただいて手に入れてくださいという感じです。いや、本当にね、海外クラファンがあって日本クラファンもそのうちやるんだろうなとは思ってましたけど、結構早く来ましたね。やっぱり、
これね、日本語ページは説明とかね、わかりやすくて、まあやっぱりお金払うので、この辺も海外よりは不安じゃないから、ぜひぜひね、応援して、で、12月ぐらいにクエストタワーとクリプテックス来ますので、まあ特にクエストタワーの方はね、パズルですから、これ非常に難しいので、まあぜひぜひチャレンジしてみてくださいという、まあクエストタワーの日本クラファンの開始されましたというお知らせでした。ぜひぜひ応援してみてください。ということで今回も最後までご覧いただきありがとうございます。それではまた。